大淀町の保育園児が奈良の鹿の保護に役立てようと自分たちで集めたどんぐりを奈良の鹿愛護会にプレゼントしました。どんぐりを寄贈したのは大淀町にある延命保育園の園児です。今日はおよそ20キロのどんぐりを3歳児から5歳児までの園児86人が奈良公園にある奈良の鹿愛護会に届けました。この保育園では自然や環境を守る取り組みとしてどんぐり集めを行うことを決め、去年の9月から12月にかけ保育園の庭や遠足で訪れた公園などでどんぐりを拾い集めたということです。およそ20キロのどんぐりは6円で保護されている怪我をした鹿の貴重な食料として活用されるということです。自分たちが集めたどんぐりを実際に鹿さんたちに、ね、あげることができて、あんなに素敵な笑顔が見れてよかったなと、はい、思います。園ではこうした取り組みを今後も続けていきたいとしています。